温泉ハンターシーズン6夏休みスペシャル。わー、夏休みスペシャルですか。ってことはなんか特別感がある放送になるわけですね。夏にぴったりのゲストを呼んでいます。相棒、あ、ゲストさんがいらっしゃるんですか。おー、どうぞ。ちょっと待って、すごい笑顔で来ましたけど、ちょっと待ってください。ゲストさんの想像が全くつかなかったんですけど。 Hello 島田さん、 I'm John Lucas, nice to meet you. Nice to meet you. どこの国の方ですか。ジャマイカ出身です。ジャマイカの方、夏、暑い、ジャマイカ、はい、あー、そういう今回のパートナーはジャマイカ出身のジョン・ルーカスさん。とっても陽気な方ですが、実は All the time, all the time. ゴスペルシンガー、牧師の家庭に生まれ育ち来日して20年、仙台を拠点に全国各地でゴスペルミュージックを広げる活動をしています。シンガーソングライター、プロデューサーなど様々な顔を持つアーティストなんです。温泉ハンターシーズン6夏休みスペシャル、ニュートです。暑い夏こそ温泉でさっぱり、いかがですか。温泉ブラザーズ、イエーイ。陽気なジャマイカ人ジョンを迎えて1泊2日の山形福島夢ぐり旅。わざわざ足を運んでも食べたい名物グルメも。国籍を超えた裸の付き合い。おお、ほらほら、ジョン。そして日本の原風景が残る南会津へ。おお、なったじゃないですか。なったじゃないですか。49度。 Oh my god。 温泉にグルメに、日本人じゃない。笑顔あふれる珍道中の始まり始まり。最初の目的地は仙台から東北道を使っておよそ1時間、福島飯坂インターから10分ほどの高アクセスも魅力の飯坂温泉。東北屈指の孤島として歴史ある温泉地です。ジャマイカって温泉の文化あるんですか。実はあるんですけど、うん、家族風呂っていうような感じなので、家族と一緒に入るんですけど、知らない人同士では入ることはないです。あ、そうなんですね。です、はい、じゃあせっかくなので、はい、まずはこう日本のね、はい、公衆浴場の文化をちょっと触れていただきたいなと。わかりました。温泉ブラザーズになろうと思ってます。はい、ここですね。あ、ここなんですね。はいはい、この木造の建物ですよ。すごい。飯坂温泉のシンボルともいえる共同浴場、サバコ湯。風情ある伝統的な木造建築が温泉街に馴染みます。番組でも過去何度かお邪魔している温泉で、熱いお湯で有名です。マッスル、ジョン、マッスル。恥ずかしい。何を言ってるんですか。大丈夫じゃないですか。変わらない、変わらない。変わるでしょ。まずはかけ湯から。で、はい、あっちゃー。待って、熱い。これにはジョンも言葉が出ませんね。びっくりした。それもそのはず。この日の温度はなんと47度超え。入れる温度じゃないでしょ。これ人間が入っちゃいけない温度ですよ。泉質はアルカリ性単純温泉、 100% 源泉かけ流しのため熱いのが特徴。でも地元の方はこの熱さを求めてやってきます。ちなみに今日の温度って
まあ、地元の温度的には普通ですね。普通体の方が、まあ、暑さをこう欲しがってくるんです。いかしにくいかもしれませんけどね。なんとなく人が入れることが分かったので、いざ。せーの。それでも暑い。やけどしてるかもしれない。さすがにやけどするまではないね。いってらっしゃい。行ってきます。あー暑いなー。あーちょっと待った。やっぱりかけますよ。はい、はい、よしよし。あー気持ちいい。でもなんかかけるの平気になってきました。慣れるまで ね。あーこれも慣れる。あーいけた。いける。これだ。いける。あーつやつやつやつ。あーでも慣れた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 。いけたいけたいけた。いけたいけるもんですよ。でも悔しい。悔しい。そんな負けず嫌いでしょ、うん、はい。温泉よりビーチが似合うのか。これ何が嬉しいって、俺前来た時は常連さんに勧められて水で薄めながら入ったんですけど、入れるようになってます。めちゃくちゃ気持ちいい。そう、暑さが苦手な方は浴槽脇にあるホースで水を入れながら入っても OK。 入らないと返してもらえない気がしてきました。あ、でもなんか何年ここに入りに来てますか。20何年ぐらい来てます。そうですか。公衆浴場ってすごいですね、うん、もうジョンが僕から離れてきました。行けた。大丈夫。大丈夫になったでしょ。と、ここで父さん、ご家寝れてください。これにはたまらず、ありがとうございます。パチパチだこれ。もう全然平気です。気づかなかったです、ね、慣れってすごいですね。すごい。ただお父さん、ありがとうございます。お湯も人情もベリーホットな温泉でした。温泉ハンター島田、次なるターゲットは山形と福島の県境にある絶景の秘湯。その前にちょっと寄り道。いや、温泉入るとお腹すくでしょ、はい、その空腹で温泉入っちゃダメだから。あ、なんですね。ちょっとランチしましょう。おお、やった、嬉しい。福島と山形を結ぶ JR 奥羽本線の峠駅前にポツンと一軒、その名も峠の茶屋力餅。わざわざこの餅を目的にお客さんが訪れるんだとか。なんかボリュームも結構ありますよね。ああ、まあそうですね。もともとここ、まあ、山の中にあるお店ですけれども、まあ、山越えをしてる、まあ、疲れてる方に提供する餅として、まあ、始めましたので、まあ、結構ボリュームはあるかなと。力をつけていただくためのお餅です。なるほど、そういう由来がね。そうなんです、ね、力餅。なるほど、力餅。いいですね。じゃあジャマイカの味に一番近いクルミ行ってみたいと思います。はい、ジャマイカにもクルミって、はい、あります。はい、じゃあ行きます。クリーミーで最高に美味しいです。うわー、出たー。クリーミーの発音がすごい良すぎ。そっち。うん、うん、うん、本当に口の中で。よく一口で食べたね。弾力がもう柔らかいですね、うん、一応まあ毎朝お餅ついておりますね。うん、朝つきたてはお餅自体も溶けていくような。そうなんです、本当に食べやすいです。最高に美味しいです。
120年経つ店なんですけれども、ここは創業当時はかつての汽車、蒸気機関車の汽車に乗ってるお客様に対してお餅を販売していましたので、その電車が来る時だけですよね、まあ、仕事があるのは。来ない時間はあと、まあ、なんですかね、まあ、畑耕したりとか、うん、停車時間も短いですもんね。そうですね。何分の間に売るんですか。まあ30秒くらい。30秒。忙しい。そうですよ。こちらはゆっくりいただきましょう。名物の力持ちでお腹を満たしたところで、この後温泉、一番奥のとこ行こうと思うんですけど、近いですか、ここから。近いです。車で30分です。さらっと行けるんですか。楽しいドライブになると思いますね。なんかちょっと遠回しのうーんの長さと長かったですね。すごい意味深な ね、うん、ね感じでしたけど、いや皆さんそれを求めて来られますから。そういうことね、はい、その言葉の意味はすぐに分かりました。店を立って間もなく、次第に道が険しくなり、お大丈夫だ。車のエンジンもうなりを上げます。急、こういうのは初体験かもしれないです。スリリングなドライブを楽しむこと30分、目的の温泉が見えてきました。あったほら、建物出てきた。本当ですね。あ、揺れる。誰か今ドンとしましたよね。してない。うわーすごい。あ、でもめっちゃ綺麗。ポツンとどころじゃないもんね、うん、ここ。行きましょう。駐車場からは徒歩、吊り橋と急な坂を登った先に温泉があります。いやー、よいしょ。よいしょ。あ、着いた。あ、着いた。よかった。よかった。あ、こんにちは。あの、お餅屋さんで、あの、すぐそこまでって言われてきたんですけど。ずいぶん登りましたね。だいぶありました。想像以上にありました。あれ、立ち寄り、あの、この先に、あの、露天風呂、山場の湯ありますので、はい、もうちょっと頑張ってください。いいですか。はい。ありがとうございます。ああ、ちょっと立ち寄り湯じゃないですね。行きましょう。温泉ハンター島田、苦労してもジョンに入ってもらいたい温泉があるのだ。力持ち。すごいね、ジョンのパワーすごそうよ。何ですか。次の温泉、ジョン。おお。ちょっとこれ白いんですね。そう。ここは真っ白でしょ、うん。さっきのは透明でしたね。もう。うん。綺麗に濁ってね、ミルクのようなね。そう。香りはもう温泉って感じですね。そう。ああ、気持ちいい。おお、最高。ねえ。うん。あ、肩まで浸かるとこのね、香りも相当強烈に、やっと温泉入れた実感が。朝のリベンジを。ジャマイカの温泉ってこういう白い温泉もあったりはあんまりないですね。なんかあの自然に湧き上がるんですけど、うん、透明ですね。標高1300メートル、奥深い谷間に位置する姥湯温泉は山峰を絶壁に囲まれ、岩壁からは温泉が湧き出しています。噴き出す源泉は6カ所あり、そのうち1本が湯船へ、残りは川へ流れ落ちていきます。こういう雰囲気のお風呂は、温泉は初めてです。初めてですか。うん、なんか特別な雰囲気といいますか、うん、本当に美しいですね。そう言ってもらえるとすごい嬉しいし、来たかいが、来たかいが、ね、さっきの道をね、頑張って登ってこれてよかったなと思ってます。Ba-bam-ba-bam-bam-bam,
ダダンダダンダンダンダダンダダンダンダンダダンダダンダンダン。今回の温泉ソムリエのポイントはこちら、分割浴がおすすめです。ポイントとしては3分間入浴して上がって休憩して、3分間入浴して上がって休憩して、で細かく入浴することによって、まあ、湯あたり防止にもなりますし、こういった成分の濃い温泉では、まあ、体に刺激を与えずに入浴できるということなので、この分割浴おすすめです。後編に続く。